呪われた家系。会社の同僚の話。十年前入社して、最初に話して仲良くなった彼。仮に A としておく。A は僕と同じようにオカルトが好きで、ネットのオカルト情報をよく見ていて、 面白い話があれば、互いに教え合ったりしていた。そんな A が自分の家計についての話をしたのは、確か入社3年目の集合研修の時だった。金曜日ということもあり、研修に参加したメンバー全員で飲みに行って、終電後の 三次会だか四次会にも十人ぐらいが参加してた。僕や A の他にもオカルト好きな奴がいたせいもあってか、いつの間にか怖い話に花が咲いていたんだが、その時 A が怖い話なのかどうなのか微妙に判断がつかないような自身の話をしたのだ。 わく、うちの家系は多分呪われてる、とのこと。多分ってなんだ、と突っ込んだ記憶があるので、だいぶ酔いも覚めた朝方のことだったと思う。詳しい話を聞くと、A はこう言った。うちの家系では、後継ぎである子供が生まれてからすぐ、 必ずうちの家系の方の親が死ぬんだ。俺の親父も俺が生まれた数日後に死んでる。みんな偶然だろ、とこれまた突っ込んでいた。だが彼が言うには、祖父も曾祖,祖父も高祖父もみんな子供が生まれて一週間と経たずに亡くなっているんだそうだ。 なぜそんなことが分かったのかというと、半年ほど前亡くなった祖母の遺産相続の関係で、戸籍に関する書類を漁っていて気づいたんだそうだ。これが作り話なら、こんな中途半端に怖いかどうか悩むような話はしないだろうし、しても例えば、 先祖が誰かを惨殺して呪いが、とか、田舎におぞましい古物が、などと言った方が怖いだろうから、まあ事実ではあるんだろうが、偶然なんだろうな、ということで、その時は片付けていた。だが当然のことながら、当事者たる A からすれば、うやむやにしていて済む話ではなかったんだろう。 それから2年後、そんな話もすっかり忘れた頃、A の彼女、B ちゃんから相談を受けた。B ちゃんは同じ会社の1年後輩で、主に僕と同じプロジェクトで仕事をしていたので、会社では A より僕と話すことの方が多いくらいだった。B ちゃんの話によると、 A の子供ができたんだそうだ。しかし、A はその話を聞くと、断固としておろせと主張して、喧嘩している最中なんだと。その話を聞いて、A の家計についての話を思い出したが、さすがに僕が B ちゃんにそんな話をしても仕方ないだろうと思って、 その次の日、A を飲みに誘って話をすることにした。A は浮かないというか青ざめたような顔をしていた。飲みの誘いにも乗り気ではなかったが、B から相談を受けたと告げると納得したように頷ういた。チェーン店を避けて、 割と静かな居酒屋のカウンターに並んで座って、B ちゃんとのことを問い詰めると、A は、そういえばお前には話したもんな、と言って、いろいろ考えたんだけど、俺はまだ死にたくない。B には悪いとは思ってるが、どうしても下ろしてもらうつもりだ。 付き合ってたらまた同じことになるのは目に見えてるから、この話が済んだら別れる。と言ってきた。いくらオカルト好きとはいえ、A の話を完全に信じてたわけではなかった僕は、きっと A はノイローゼ気味なんだろうと思って、その場では変に刺激しない方がいいと判断し、 話はそこそこで切り上げて、仕事や趣味の話で気を紛らわせようとした。B ちゃんにどう報告するかな、などと考えつつも、終電前に居酒屋を出て別れ、その日は家に帰った。翌週、B ちゃんから話を聞かれたが、なんかノイローゼっぽい。 マリッチブルーみたいなものじゃないくらいの曖昧な返答に終始した。B ちゃんに A が話したそのままの話をする気にはとても慣れなかったのだ。ただ、精神的に参ってるみたいだから、場合によっては家族に相談したりするくらいは考えた方がいいんじゃないみたいなアドバイスはしていた。 それからしばらくして、B ちゃんは移動で別のプロジェクトかつ別の拠点になり、なかなか話をする機会がなくなった。A もさらに別の顧客先に詰めていたこともあって、この話をすることはしばらくなかった。それから1ヶ月後、久々に B ちゃんの姿を本社で見た。休憩室の椅子に座ってうなだれていた B ちゃんは、僕が挨拶をすると顔を上げて、A 君が自殺未遂をしちゃって意識不明の渋滞になってる、とつけてきた。A の精神は日に日に参っていたそうで、脅すような口調で、 B ちゃんに子供をおろせと迫っては、我に帰ったように謝罪すると言ったことが増え、それがピークに達した日、眠っている B ちゃんの首を絞めたそうだ。目を覚ました彼女が A の手を振り払おうとすると、A はすんなりと手を離したが、すぐに部屋を出て玄関から飛び出し、走り去ってしまった。 ちなみにこの日は B ちゃんの部屋に A が泊まりに来ていたそうだ。さすがに警察に話すか病院に連れて行くべきか、などと考えながらも放ってはいけないと思い、B ちゃんは外へ探しに出たが、すでに深夜で見つけるのも困難だと判断し、翌朝を待って、まず B ちゃんは、 A の自宅へ向かった。合鍵で玄関の扉を開けてワンルームの部屋を覗くと、部屋の中央に A が倒れていた。そのすぐ横には薬瓶が転がり、B ちゃんは微動だにしない A を見て焦り、揺り起こそうとしたんだが返事がない。慌てて救急車を呼んで、 搬送してもらうも、意識は戻らず、渋滞の状態が続いているとのことだった。そんなにまで思い詰めていたのかと、話を聞いていた僕も、自責の念に駆られたが、あの時点で、あれ以上僕にできたことがあったとも思えず、A の回復を祈るしかなかった。だが、 僕や B ちゃんの祈りも虚しく、A は植物状態のまま目覚めることはなかった。そんな事件があったが、B ちゃんのお腹の子はすくすくと育ち、無事出産を迎えられそうだという話を聞いて、僕は複雑な気分になった。まさか子供が生まれたら、 縁が死ぬ。だが、B ちゃんに妙なことを吹き込んで、万が一流産でもしてしまったら、それこそどうしようもない。結局、このことについて、B ちゃんには話せないまま時が過ぎ、3月の末、無事出産したとの報告を B ちゃんから直接受けることとなった。 複雑な気分で、おめでとうと返信メールを打っている中、上司から電話が入った。おい、お前の同期の A 君、ついさっき病院で息を引き取ったって。あれからもう4年が経つ。B ちゃんは出産してすぐ仕事を辞め、育児に専念している。 子供の親が A であることについては、以前から A の母親とも話をしていたので、育児環境に問題はないそうだ。だが、A の家系についての話は、彼女にはできてない。牛の国参りの女。 僕も一つ心霊体験がある。もう十数年近く前になるが、中学二年の時、牛の国参りを見たことがある。夏休み、三年生の先輩たちと塾をサボったのを皮切りに、カラオケなどで一通り遊んで、残った僕と A 先輩は、真夜中、 近所の神社に隣接する公園で時間をつぶしていた。A さんは上機嫌で、たあいもない話をしていた。すると、突然 A さんが、なんかうるさいなあ、と言い出した。僕は全く気づかなかったが、神社の方から音がするという。A さんが、 見に行ってみようと言って、僕はいやいやながら後に続いた。もう半分眠くて、正直帰りたかったのもあって、そんな音などどうでもよかった。子供の頃から遊び慣れていたこともあって、僕たちはこの辺りのことは知り尽くしていた。広い公園の木々をくぐって柵を越えて、 最短距離で神社へと忍び込んだ。神社に近づくにつれて、僕にも音が聞こえてきた。カチ、カチ、カチ、カチ。と、一定のテンポで何かを叩いている音。音はあたりに響くようなものではなく、固いながらもどこか湿ったような音だった。 僕は直感的に牛の国参りを思い出し、これなんかやばい呪いでもしてるんじゃないんですかと先輩に言った。先輩は、俺もそう思う。だけどさ、そんなの見たことねえよ。ちょっと行ってみよう。と好奇心むき出しだった。僕たちが身を隠せる範囲から、 ギリギリまで音の元に近づいたとき、それが見えた。総柄のワンピースの痩せ細った女が、頭に何かをかぶり、その先に火の灯ったろうそくを立てている。片手を大木に当てて、トンカチのようなもので木を叩いている。 よく階段話にあるような、コン、コン、という音ではなく、カチッ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 、と、早く湿った音だった。僕たちは息を飲んで、しばらくそれに見入っていたが、A さんが突然こう言った。あいつ、ふざけんなよ。俺たちの地元で何やってんだ。 そして A さんは突然女の方へ駆け出した。慌てて転びながら僕が追いつく前に A さんは女に飛び蹴りを入れてそのまま女を蹴った。しかし僕が追いついた時には A さんは攻撃の手を止めて呆然と立ち尽くしていた。女はそれを見て走って逃げていった。 僕はほんのわずかに見えただけだが、女は髪が乱れ、一重まぶたで、頬がこけた、暗い印象の顔立ちだった。近くで女を確認した A さんはこう言った。あれ、うちの近所に住んでたおばさんだよ。え僕が聞き返すと、おばさんは、 死んだんだよ。女は A さんの近所に住んでいた裕福な家の夫人で、半年ほど前病気で亡くなった。父親が付き合いのあった A さん一家はみんなでお通夜に参列したそうだ。A さんは、間違いない。なんでだよ。と、 ガタガタ震えていた。僕が女が打ち付けていた木を確認すると、そこには藁人形が錆びた釘で打ち付けてあった。先輩が人形を木から外して改めると、人形の胴体部分に小さく畳んだ半紙のようなものが押し込められていて、その紙には、 知らない人の名前が書かれていた。明かりが乏しかったので、はっきりとはわからないが、筆と墨で書かれていたようだった。名前の周りには何語かわからないが、文字のようなものが規則的な配列で書かれていた。後にして思うと、凡字のような形状にも思える事態だった。 A さんは、ありえねえ、ありえねえよ、と繰り返し、タバコを吹かしていた。僕はどうしたらいいかわからず呆けていたが、先輩の、このままここにいたら、俺たちまで呪われそうな気がする、ばっくれよう、という提案に従って、その場を立ち去った。釘と人形は拾って、 さい銭箱の隣に置いておいた。朝、神主さんが気づいて何らかの処置を講じてくれるものと信じてのことだった。後日、A さんが家のアルバムから持ってきた夏祭りの記念写真であの時の女とされる人物を確認した。確かにあの女だった。 僕も A さんも、その後は何事もなく、あれ以来神社には近づいてない。今日まで無事に生きている。以上です。すべて本当にあった出来事です。北アルプスにて、ふと思い出した話。 北アルプスへ登山に行った時のことです。その日は友人と朝5時から登山を開始。ガスってはいたものの、時折雲間から太陽が出てくるような穏やかな天気だった。素晴らしい景色を楽しみつつ、雷鳥や星ガラス、猿とすれ違いながら、 会長に歩き続け、目的の山荘へ到着。ただ、予定外なことが一つ。当初の予定よりも2時間も早く山小屋に着いてしまった。初めてのコースだったので、ガイドブックの時間を目安にしていたが、それより3時間も早かった。山小屋で写真を撮ったり、 竹を読んだりして時間を潰すものの、程よい疲労感の中、いつの間にか眠っていた。3時間ほど寝て夕食。また竹を読みながら消灯時間、確か21時までダラダラ過ごしていた。正直言って眠くはなかったが、寝ないと明日の重曹に影響が出るため、頑張って睡眠。 しかし、眠りが浅く、午前一時ごろ、完全に目が覚めた。しばらくゴロゴロして過ごしたが、全く眠れず。そういえば、今日は新月だったことを思い出して、星を見るため、山小屋の外へ出た。外は、一面の星空ではなく、雲間から星空が見える程度。 さらには気温も低くてすぐ戻りたくなったが、スマホのアプリを使って夏の大三角やシリウスを探しているうち、寒さを忘れて天体観測を楽しんだ。見上げすぎて首が痛くなった頃、ふと周りを見ると、いつの間にか山荘から少し離れた場所まで来ていたことに気づいた。 自分の周りは足元があまり見えないほど真っ黒で、宇宙空間に投げ出された宇宙飛行士のイメージが頭をよぎった。さっきまで楽しかった場所が急に怖くなって、足場に気をつけながら山小屋へ戻ることにした。戻っている途中で、 山小屋とは離れた場所にあるトイレに寄った。狙いは小便器の方だったが、なんとなく個室の便座の方へ入った。豆電球に照らされる個室の中で、ぼんやりとスマホを眺めながら、この後どうやれば眠くなるか考えていると、建物入り口のドアが開いた。 トイレは男女共用なので、入ってきたのが女性だったらどうしようと少しドキドキしていたが、入ってきた気配はトイレの廊下を何回も行ったり来たりしている。これは変だなと気づいた。なんとなく、ここに自分がいることがバレてはいけないと思って、やり過ごすため息を潜める。 気配は相変わらずうろついている。隣の個室に入ったり出たり、廊下を行ったり来たりしている。この時自分は熊がトイレに入ってきたと思っていた。気配がトイレから出ていくのを感じたが、油断せず息を潜める。しばらく待って、 気配が消えたことを確認して、大きく息を吐いた。寒いはずなのに、背中に大量の汗が出ていることに気づいた。この、ちょっと気を緩めた瞬間だった。個室の窓、自分のすぐ後ろから。<laughs> と、 獣の息遣いのような声が聞こえた。体が一気に凍りつく感じがした。先に行っておくと、窓の外は段差になっていて、6メートル以上の高さがある。なのに、さっき消えたはずの気配がすぐ真後ろにいて、体が言うことを聞かない。これはやばいと思ったその時、 熊よけの鈴をつけた登山者が近づいてきた。後ろの気配は鈴の音が聞こえた後、いつの間にか消えていた。今でもあれが熊だったのかどうか、個室に入ってなかったらどうなっていたのかと考えて怖くなる。幽霊の類は基本信じていませんが、 不思議な体験でした。空を見る女。数分前に会ったこと。僕はアパートの2階に住んでいるんだが、車の中に iPod を置いてきたのを思い出した。それを取りに行こうと思って、部屋を出て、 駐車場へ向かうところだった。玄関を出て階段に向かうとき、アパートのすぐ目の前の道路の真ん中で、こちらに背中を向けて空を見ている女がいた。この道路は車一台通るのがやっとという幅しかない。ちょうど今階段を降りたら、 女の真後ろを通ることになるだろうなと思ったので少しその場で待ってみた。だが女は微動だにしない。気まずいので一度部屋へ戻ることにした。十分ぐらい経ってもう一度行こうと思い外へ出た。するとその女がまだ立っている。 何やってんだろう、とは思ったが、そこで違和感を覚えた。たった今、玄関を出た時、道路を車が走っていった。車が出していた速度からして、女を避けたとは思えない。女の方が避けたのかと思ったが、先ほどと全く同じ位置で、 空を見上げる角度も同じ。まだこの時点では恐怖も感じてなかったので、僕は女の方を見た。すると女が、ゆっくりと僕の方を振り返ろうとしていた。僕は何も考えず、すぐ部屋へ戻った。少し経ってから、 念のため覚悟を決めて、もう一度玄関のドアを開けて見てきた。女はそこにはもういなかった。安心して部屋に戻ると、今でテレビを見ていた嫁が具合が悪いと言い出した。外の女の言葉、嫁には言ってないし、具合が悪いと言い出す嫁に、 とりあえず薬と水を飲ませてあげた。だけど次の瞬間僕は凍りついた。もう寝る、と言って寝室へ向かう嫁の後ろ姿があの女にそっくりだったんだ。呼び入れてしまったのかどうしよう。 山の中の貯水槽。これは私が小学校5年生の頃の話です。当時、私は山を切り崩して作られた新興住宅地に住んでいました。塾に通っていまして、A ちゃんと B ちゃんと一緒に通っていました。 でも私たちは塾をサボって近くの山へ入って遊んでいたのです。山を切り崩して作られた住宅地だったので、すぐそばが山の入り口でした。入り口には立ち入り禁止の看板があるだけで、誰でも簡単に入ることができるようになっていました。 細い道をちょっと進むと広場のようなところがありそこで枯れ草や枯れ木段ボールなどを組み合わせて秘密基地のようなものを作っていましたお菓子や漫画を持ち込んでは塾に行く時間にそこへ集まって遊んでいたのですある時 山の中の道をさらに少し進んだところにある丘のようなところへ登ってみようということになりました。丘といっても人工的に作られたもので、階段もあって貯水槽が設置してあるだけ、特に何かがありそうには見えませんでした。当時は、 デジタルカメラというものはありませんでしたが、A ちゃんが家からインスタントカメラを持ってきていました。残り3枚くらいだから使ってもいいって。お母さんの許しを得たというので、私たちはその丘へ向かい、急車になっているところの階段を登りました。階段といっても、 15段くらいのものです。登り終えると、広場の真ん中に貯水槽があり、金網で囲まれて入れないようになっていました。A ちゃんは記念にと貯水槽の写真を撮っていました。何もないのは知っていたのですが、一応広場をぐるっと、 三人で探索してみました。広場の端まで行くと、木の陰に何かがあります。三人で覗いてみると、そこには小さな手作りのお墓のようなものがありました。まだ新しいもののようで、掘り返した土の跡も残っていました。 備えられているお花も、しおれてはいるものの、枯れてはおらず、木の枝で作った十字架が、盛られた土の上に刺してありました。私たちが遊んでいる間に、誰かがお墓を作りに来ていたかもしれないと思うと、ちょっと気持ちが悪いなとは思いました。ですが、 遊んでいる時には、私たちの他に人影を見たことはなかったので、特に深くは考えませんでした。B ちゃんは、猫とか犬のお墓なのかなと言いながら、ポケットに持っていた飴を鼻の横に置いて手を合わせていたので、私と A ちゃんもなんとなく真似をして、 手を合わせました。さすがにそのままそこで遊ぶ気にはなれなくて、私たちは丘を降りて秘密基地へ戻り、しばらく遊んでからそれぞれ家に帰りました。その数日後、私たちは塾をサボっていることが親にバレて、 その秘密基地へは行かなくなりました。仕方なく真面目に塾へ通っていると、A ちゃんが現像した写真を持ってきました。写真を見るなり、私と B ちゃんは、うわぁ、心霊写真だと面白がってしまいました。写真には、 誰もいるはずもない貯水槽の金網の中に白い人影が二人映っていたのです。見た感じ男の人と髪の長い女の人のようでした。下半身は映っておらず白いぼやっとした影で顔の表情もよくわかりませんでした。かろうじて 目と鼻と口があるのがわかる程度でした。それから一ヶ月後くらいに近所の若い夫婦が侵入したという話を聞きました。その事件はローカルニュースでも流れたそうです。亡くなった夫婦には 二歳くらいの小さな子供もいたそうですが、山中に埋められているのが発見されたそうです。私は何しろ小学五年生と幼かったこともあり、その事件と自分たちが体験したことを結びつけることはなく、そのまま時が流れました。 大人になってから同窓会があり、久しぶりに A ちゃん、B ちゃんと再会しました。そこで3人で塾をサボって遊んでいた話になったとき、A ちゃんが、そういえば、真珠事件があったでしょと話し始めました。A ちゃんの話によれば、 山中に埋められている子供が発見されたという山は、私たちが遊んでいたあの山なのだそうです。お墓がその子のお墓だったのかどうかまではわかりませんが、心霊写真に写っていた二人の人影も、もしかしたらその夫婦だったのではないか、ということを話してくれました。 意図せず、その現場にいたのだと思い出してみると怖くて、しばらく夜の寝つきが悪かったです。亡くなられたご家族には、どうか天国で幸せになっていてほしいです。ばあちゃんの部屋。 幼い頃の不思議な話。多分僕が小学1年生とかそこらの夏、一つ年上の姉と一緒に近所に住んでいる祖父母の家に泊まりに行った。当時の僕はじいちゃん子で、お泊まりの日は1階の和室でじいちゃんと布団を並べて寝るのがお決まりだったんだけど、 その日は姉と寝床の交換をしようという話になって、初めて二階のばあちゃんの部屋で寝た。深夜、ふと目が覚めた。ばあちゃんの部屋には南側に窓がある。その日はクーラーをつけるほどの暑さではなかったから、そこを網戸にして風を通して寝ていた。 窓のある壁から少し離れたところに、壁と平行にばあちゃんの布団がある。そのまた奥に僕の布団。枕は窓に向かって左。つまりは東向きだった。拙い文章で申し訳ない。この位置関係伝わるかなとにかく目が覚めてぼんやりしながら、 左側にあるその窓に自然と目が行った。真っ暗な部屋の中で月明かりを拾う底だけが明るかったからだ。それで僕はドキッというかヒヤッとした。ばあちゃんが寝ている布団の向こう、窓際に誰かが立っている。それも一人ではなく何人も。 逆光で顔とかは全然見えなくてシルエットだけだったけど最初に認識した人影は窓の3の高さから考えて140センチ前後かな性格かどうかは置いておいて大人の体格ではなかったのは確かその他の影も最初の140センチくらいの影より 高かったり低かったりとばらつきはあったけど、やっぱり大人ではない。一人抜きんでて高いものや、もっと小さな幼児のような影を抱っこしている、というか、おんぶしていた奴もいた。僕はフリーズ状態のまま、とっさに鬼が来たんだ、と思った。なぜなら、 その影たちにはみんな頭に角があったからだ。角は一本だったり二本だったり。個々の詳細な記憶はないけど、はじめの140センチのこの頭には二本。一番背の高いやつの角は一本だった。顔は見えないし、何をしてくるわけでもないんだけど、 そろってじっとこっちを見ているようだった。怖くなった僕は体が動くようになってからすぐさま布団に潜って目をつぶった。その後多分僕は寝てしまったんだと思う。気がつけば朝だった。起きてから早速ばあちゃんに、それから 家に帰ってから母親にもその話をしたんだけど、当然、夢だと言われた。僕の住む町、というか、この県全体かな。そこは鬼の伝承が多い土地で、この辺りでも以前は、毎年8月、鬼祭りというのをやっていたんだ。 あんた、きっとそれを楽しみにしてたからそんな夢見たんだよ。と、母に言われた。僕が見た鬼と、その祭りや町の資料で見る仮想の鬼とは明らかに違っていたんだけど、子供ながらに信じてもらえないのは分かったし、夢だ夢だと言われれば、自分でもそうだったような感じがしてきて、 次第に気にしないようになった。ただ、この町に住んでいると、駅とか公民館とか学校とか、それこそ祖父母の家でだって、鬼の面が飾られているのを見かけるから、その度、あの鬼たちのことを思い出して、忘れられないままだった。そのことがあって、 しばらくの間はばあちゃんの部屋に近づかなかった。だけどまたある日、同じように寝床を交換することになって、しぶしぶばあちゃんの部屋で寝た。その日の夢の中で、また同じように目が覚めて、隣にばあちゃんがいないことと、外が嫌に明るいことに気がついた。 不思議に思って起き上がると、廊下にばあちゃんがいるのが見えた。じーっと微動だにせず、窓の外を見ている。あの夜鬼を見た窓にはカーテンがかかっていたので、外の様子は見えず、ばあちゃんに近づいてその目線を追った。廊下から見える裏手には田んぼ。 その向こうに姉の同級生で僕もたまに遊んでもらっていたるいちゃんの家があるんだけど、そのるいちゃんの家が真っ黒な煙を上げて燃えていた。朝目が覚めて窓からるいちゃんの家の方を見てみたが特に異常はなく、今度こそただの夢だったんだ。鬼を見た時もこんな感じだったんだな。 と思った。だからその時はすぐに親に話をしたりもせず、少し後に何かの表紙でふと思い出して、母親に話してみた。すると母親が、そんなに大きな火事じゃないけど、ルイちゃんち、ついこの間、ぼや騒ぎがあったんだよ、と言った。実際、 そのぼやを見たわけではないから、あまり実感はわかなかった。少し驚いたけど、とにかく気味が悪いのは確かで、以来、あの部屋では寝なくなった。近畿の箱。以前、親が転勤族のため、 中国地方のある県の山奥に住んでいたことがあった。まだ僕は小学生で、近所の友達の家にしょっちゅう遊びに行ってた。その友達を M 君としておきます。M 君の家はかなり庭が広くて、その隅に木に囲まれた。 結構大きめの祠がありました。小さい頃から M 君の家で毎日のように遊んでいたので、その祠の存在は知っていたんですけど、近づいたことはなかったんです。M 君も行ったことがないらしい。というより、行っちゃいけないと言われていました。M 君のおじいちゃんは、 普段からすごく怖かったので、二人ともおとなしく言うことを聞いていたんです。そうこうしているうち、ある日、そのじいちゃんが亡くなってしまいました。M 君のところへはしばらく遊びに行けなかったんですが、数日後、やっと遊びに行けたんです。そこで、 以前から気になっていた、あの一心とこを見てみんかみたいな話になりました。じいちゃんはもういないし、エムの両親は畑に行っているし、その時は僕らしかいなかった。エムには妹が二人いるんですが、僕の妹と家の中で遊んでいました。 田舎なので、周りは古い家ばかりなんですが、M 君の家は群を抜いてでかい家でした。子供の想像ですが、中には刀とかあるかも、とワクワクしていました。観音開きの石の扉を開けると、中には茶色っぽい鉄の箱が入っていました。 大きさは8センチ四方くらい。箱の周りは砂のような砂鉄のようなものが巻かれていて、持ち上げてみるとめちゃくちゃ重くて鉄が詰まっているという感じだったので、箱というよりも塊だったのかもしれません。周りは竜のような絵が彫られていて、 裏側には、なんだか文字のようなものが書かれていましたが、難しくて読めませんでした。訳がわからないのと、なんだか気味が悪いのとで、急いで元に戻して、家の中で遊んでいました。その晩、そろそろ寝ようかとしていたら、救急車の音が聞こえてきました。 急いで外へ出ると、救急車は M 君の家に向かっているようでした。両親は M 君の家の方へ行きましたが、僕と妹は家で寝かされました。次の日、母が言うには M 君の妹が亡くなったとのこと。昨日の夕方まで一緒に遊んでいたので、 びっくりしてしまいました。それから半月ぐらい経った頃、M 君の親父が事故で亡くなってしまいました。ガードレールのない山道で軽トラックごと谷へ落ちたそうです。立て続けに三度も葬式を出すことになったので、子供心にも 異常なことだと思いました。なんとなく、あの箱を触ったのが悪かったような気がしていましたが、バレて怒られるのが怖くて、僕も M 君も黙っていました。でも、特に僕と M 君に何かが起こったということはありませんでした。中学生になってから、 うちの家族は市内の方へ引っ越して、M 君ともだんだん連絡を取らなくなっていました。それから数十年経って、今は30過ぎになったんですが、先月、久しぶりに M 君から連絡がありました。何でも M 君の奥さんが流産したらしいのです。 M くんが言いました。わしんとこまたダメだった。妹もだ。鉄の箱あったろうが、あれじゃなかろうか。M くんの奥さんは二度流産したらしいのですが、M くんの妹も流産したらしいのです。それで、あの鉄の箱のことが気になって、 あの時一緒にいた僕にも、なんか変なことが起きてないかと聞いてきたのです。それと、あれ、お前は触ってなかったんだっけと言われました。うろ覚えですが、僕も箱を触ったと思います。すごく重かったのを覚えていますから。でも、M 君たちの身に起きているような、 それっぽいことは僕にはないような気がします。箱はもうお寺に預けてあるそうです。最初の流山の時、お寺に見てもらったらしいのです。それによると、エム君の家はもともとその辺の庄屋だったので、何かを沈めているものらしいということですが、結局、 何かはわからなかったとのこと。それでとりあえず箱を預かってもらったそうです。お寺さんで供養してもらっているのに、まだ不幸が続くので、エムはものすごく怖がっています。僕も怖いです。こんな時どうすればいいか聞いたことないですかね。僕らだけでは、 もう方法はないんじゃないかと行き詰まっています。こんな時どうすればいいんでしょうか。廃校の会議。これは私が20代半ばだった頃体験した話です。場所は W と O。 その県境にある廃校での出来事です。そこら辺の山中や山沿いには集落が結構あって、その地域の子供が通う小学校があったりするんです。まあ私より上の段階の世代や私たち段階ジュニア世代って人口が多かったので、 小学校に通う子供も多くて、普通に運営できていた時代でした。でも、私たちより下の子供の数は激減しています。市内中心部の学校ならまだしも、山中や山沿いの学校は、この影響を強く受けて、廃校になるというのは、よくある話でした。 こういう廃校は心霊スポットとしては格好の場所となります。夜には真っ暗、周囲には何もないという状況だけでも心霊スポットとしては十分な迫力です。そこに学校という要素も加わって過疎地なので邪魔する人の気配も全くありません。そして、 何気に夜景がものすごく綺麗なんです。なのでカップルで行くのにも大人気なんですよね。山へ登っていく途中に今回の舞台となる小学校の廃校があるんですが、ふもとの方を見ると W 県の景色を一望できます。W は一応人口十七万人くらいいる。 中核市ですので、景色や夜景が結構綺麗なんです。夜景は綺麗だし、人の気配もない。となると、彼女を連れて行きたくなるというものです。私も交際中の女性を連れて、ここに行きました。残念ながら廃校の正門は閉まっていて、中には入れませんでした。 まあ、それはそれで好都合です。本当の目的は彼女と夜景を楽しんで、そこからそういう展開を期待していたわけですから。閉ざされた正門前に車を止めて、車から降りて、私と彼女の二人で周囲を散策しました。グラウンドのフェンス越しに移動していると、 少し坂になっていました。ちょっと急な坂でしたが、そこを登ってから振り返ります。廃校前からの夜景も綺麗でしたが、少し登ったことで、さらに綺麗な夜景が完全に広がります。彼女と肩を並べながら夜景を楽しんでいると、ムードも十分ということで、 彼女の肩を抱きました。人気のない場所、深夜、周囲には誰もいないし、来ることもない。すると、彼女の様子が急変しました。やめてよ。みたいな軽い拒否ではなく、もっと強烈なものです。その時、彼女と私は正面から抱き合っていました。 彼女の手は私の背中にあって、その手で、バン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 と、いきなり力強く叩くのです。その時は唇が重なっていたので、彼女の口からちゃんとした声は出ませんが、うーんうーんと言っています。なんで急に拒否するようになったのせっかくいい雰囲気だったのに。 と、私はのんきに考えていました。彼女にどうしたと尋ねます。すると彼女は学校の方を指さして、あれあれとだけ言いました。あれってなんだよと思い、振り返って学校の方を見ましたが、私には深い闇の中に佇む。 廃校が見えるだけです。特に違和感はありません。でも、彼女には何か見えるようです。彼女は、あれ、わかんないのすぐ帰ろと、私の手を引っ張って、専門前の車まで強引に連れて行かれました。車内に入ると、 すぐ車を出してと彼女から言われて、理由もわからず廃校を後にしました。車を走らせている最中も、彼女は何度も振り返って後ろを見ています。しかも顔は真っ青で体をガタガタ震わせています。とりあえず、ふもとの市街地まで戻り、 ことの天末を聞きました。彼女は正門前に着いた時から妙な違和感を覚えていたそうです。それでもせっかく二人っきりだし雰囲気を壊すのもなと思って私についてきたそうです。それで雰囲気が盛り上がって私とキスをしている時ちょうど廃校が 丸見えになったそうです。普通なら月明かりで学校があるなとぼんやり見えるだけです。なのになぜか学校内の窓ガラスに黒くうごめくものがはっきり見えたそうです。普通なら暗闇で黒いものなど見えるわけがありません。なんだろうと思っていると うごめくものは窓ガラスから出てこちらへ向かってきているように見えたそうです。それでこれはダメだと思い私の手を引っ張って車に逃げ込んだというわけです。一応車を走らせてはいるものの追ってきてはないかと気になって終始振り返っていたということでした。 結局その黒くうごめくものが何だったのかわかりませんし、彼女の気のせいかもしれません。ただ、彼女の青ざめ方と震え方は尋常ではなかったので、それ以来、その廃校付近には近づかないようにしています。声をかけた女、 仕事のお帰り、同僚たちと飲みに行ったんです。同僚たちは終電がなくならないうちに帰ったんですが、翌日は休みということもあって、僕はもうちょっと飲みたい気分だったので、別の店でもう少し飲んで、始発で帰ればいいや、と考えていました。飲み屋を探して、 繁華街をブラブラ歩いていると、一人でガードレールに座っている女の子が目に入ったんです。普段はそんなことはしないのですが、お酒が入っていることもあって、ちょっとナンパでもしてみようか、なんて思ったんです。その女の子はじーっとうつむいたままで顔は見えなかったんですが、 茶髪に白のノースリーブ、黄色いスカートにかかとの高いサンダル、というようないかにも遊び人風な格好をしていて、年は10代後半から20代前半といった感じでした。ねえ、一人何してんの終電行っちゃったよなどと声をかけてみたのですが、 全く相手にされませんでした。それどころか、こっちを見ようともしません。よかったら一緒に飲みに行かないおごるからさ。なおも声をかけ続けたのですが、女の子はじっとうつむいた姿勢のまま、みじろぎ一つしません。酔っていたこともあり、むきになった僕は、 無視しないでよ、聞こえてるんでしょと言いながら、女の子の肩を掴みました。その瞬間、僕はギクッとしました。掴んだ女の子の肩が、まるで氷のように冷たかったんです。僕は急に怖くなって、なんだよ、気持ち悪いな。捨て台リフを吐いて、 その場を立ち去りました。その時も女の子はうつむいたままでした。すっかり酔いも覚めてしまい、もう飲むような気分でもなかったので、漫画喫茶で時間をつぶし、始発が動き始める時間を見計らって店を出ました。駅に向かう途中、僕は驚くべき光景を目にしました。 数時間前にナンパしたあの女の子がさっきと同じ場所、同じ格好でガードレールに座っているんです。じーっとうつむいた姿勢のままで。僕はもしかして死んでるんじゃないかと思って、ちょっと怖かったのですが近づいてみました。すると女の子の肩は規則的に上下していて、 息をしているのがわかりました。ほっとするのと同時に、なんだか気味が悪くなって、逃げるように家に帰りました。それから何日かして、僕はあの日の出来事などすっかり忘れてしまいました。ある日、仕事も終わり、帰ろうと会社を出たところで、僕はびっくりしました。 なんと、あの日ナンパした女の子が、会社の前のガードレールに座っているんです。あの時と全く同じ格好のまま、じーっとうつむいた姿勢で。僕は内心ビクビクしながら、足早にその女の子の前を通り過ぎました。帰りの電車の中で、僕は考えました。 なぜあの子が僕の会社の前にいたのか。あの日僕は自分の勤め先なんか言ってません。名前すら教えてないんです。結局彼女が会社の前にいたのは偶然だった。僕はそう思うことにしました。でもその日から僕の行く先々に 彼女が現れるようになったんです。自宅の前、会社、近所の公園、コンビニなど、いつも同じ格好、同じ姿勢でじーっとうつむいているんです。別に何かされるわけでも、何か言われるわけでもないんですが、逆にそれが不気味でした。 その日も仕事から帰る途中、公園のベンチで彼女が座っていました。その異常とも言える行動にノイローゼ気味になっていた僕は、あんた、なんでこんなことするんだと彼女を怒鳴りつけました。もういい加減にしてくれ。それでも彼女はみじろぎ一つせず、 こっちを見ようともしません。相変わらずじっとうつむいたままです。イライラした僕は、これ以上つきまとったらただじゃおかねえぞ。自分でも驚くほどの大声を出していました。その時、今までピクリとも動かなかったその子がたじろいだように感じました。 そして、ゆっくりと、僕の方に顔を向けるように動き出したんです。突然の出来事で、僕は動けなくなっていました。徐々に顔が持ち上がっていって、もう少しで顔が見えると思った瞬間。やばい。この女の顔は、絶対見たらダメだ。 僕の直感がそう言っているように感じました。僕は気力を振り絞って全力でその場から逃げ出したんです。本当に恐ろしい体験でした。もう一つの記憶。未だに頭の整理が追いついてない話。 夕方、家族で小旅行に出発した。深夜仮眠をとってから帰りは近道をしようということになって、コンビニで買った地図を抱えて山奥のダム沿いの道を抜け、向こう側の国道へ出ようということになった。川沿いの道を走って、工事中の看板とコーンの場所を通り過ぎ、 しばらく走っていると、真っ暗な中、ダムにたどり着いた。歩道橋みたいな門と、その隣にある縦長の白い看板が目に入った。書いてある内容は忘れたけど、一通り読んで中へ進む。すると、舗装された道から、デコボコの山道に変わった。 車体が揺れるのを半ば面白く思いながら前を見ていると、山の木々に囲まれながらも三砂ロに突き当たった。この時どっちへ進んだのかは覚えてない。それでしばらく走っていると、左側にお墓が見えた。ああ、こんなところにお墓が。 こんなとこにあると親族は大変だね。と、軽く会話をしながら、左後方に見送ったのは覚えている。ふと、砂利だらけの山道が、舗装された道路に切り替わった。見ると、前は住宅街で、ずらーっと向こうの方まで家がある。深夜だから人の気配もなく、 静かだなあと思いながら、両側を家に挟まれる形で蛇行する道路へと進んだ。するといきなり、ふっと目の前に、工事中の注意を促す看板が見えた。んと思っていると、そこは元来た道だった。隣を見ると川があって、頭の中にひたすら、 はてなマークが浮かぶ状態。もう一度ダム方向に道を戻ってみても帰ってきた記憶はない。道中の記憶がぼやけていてどうしても思い出せない。ダムを抜けて川沿いの道へ至る過程がわからない。必死に頭の中を整理しようと頑張っていると、なぜか もう一つの記憶が出てきた。これはダムが出てくるので、現実の光景に間違いない。こっちは山道を抜けると隣にダムが見えて、ああ、抜けたんだな、と思って家族と話していた。ダム沿いの橋を渡ると小さなスペースがあって、そこに、 どこにでもあるような案内板が立っていた。それを確認しようと一人で車を降りて見に行き、案内板に書かれた地図を見て道を指さし、こっちに行こうと家族に行ったのを覚えている。その時指をさして行こうと言った道は川沿いの元来た道とは反対方向だった。 その記憶もここから途切れてどうなったのかはわからない。気がつけば元の川沿いの道に、という具合である。まとめると、同時刻に違う出来事が二つ進行していることになる。でも、私も体は一つなので、それはありえないんじゃないかと。家族も同じく騙されたように、 状況がわからなかった様子で、その時のことはあまり話題に出しても詳しい状況は話し合わない。後にその時持っていた地図は番が数年古く、国道に通じる道がすでにないということがわかった。川流れの回 僕が子供の頃体験した話。子供の頃、近所の川で四人くらいで岩の上に飛び移ったりして遊んでた。そしたら友達の一人がうっかり深いところへ落ちてしまった。その川がまた前日の雨で増水していたもんだから、 流れが速くて、そのお友達は瞬く間に流されてしまう。助けて、助けてと、水面から顔と両手だけを出して、バチャバチャもがいて流されていくそいつを、僕たちは必死で追いかけたんだけど、どうも様子がおかしい。バチャバチャやっている腕が、 明らかに四五本見えるんだ。で、流されているそいつの頭を、水の中へ沈めようとしているみたいに見える。僕はもう走りながらパニックになって、一緒に土手を走っている友達二人の顔を見たら、二人とも青ざめて泣いていた。僕たち三人は、 泣きわめきながら、誰か助けてくださいと、必死に追いかけるしかできなかった。すると、運よく道路工事をしていたおじさんの集団に出くわして、二三人が飛び込んで、流された友達を一気に引き上げてくれた。幸い、友達の意識はしっかりしてたし、 怪我もなかったんで大事にはならなかったけど、一応救急車を呼んでくれて、その日はおじさんたちと親からしこたま怒られた。次の日、学校で4人集まった時、たくさん見えた腕の話をしたら、やっぱり二人とも同じものが見えていたらしい。 流されていた友達は全くそんなものには気づかなくて、逆に作り話だろと怒り始めた。彼はこう言ったんだ。なんであの時さ、お前ら笑ってたんだよ。俺が必死で助けてって言ってたのに。彼には流されている間、ずっと、 笑い声が聞こえていたらしい。それも何人もの笑い声が。それ以来僕は川が怖くて仕方がない。宿泊施設にて昔体験した話です。 中学3年ぐらいまで僕はボランティア団体に入っていました。一種のボーイスカウトみたいなものです。その時の話。自然と触れ合おうみたいなコンセプトの子供向けの合宿で小学生のおもりをすることになったんですが、その合宿先が山の中にある 青少年向けの宿泊施設でした。一日目が終わった深夜、お守り役の僕たちと施設の関係者といろいろ集まって宴会のようなことをして、その合間合間に子供たちがちゃんと寝ているか巡回するわけなんですが、その建物は2階でしたが、今回は人数が少なく、 宿泊部屋は1階だけを使っていたので、僕は1階の巡回を済ませて、宴会会場である2階の多目的室に戻ろうと、階段がある位置まで戻ってきました。ふと気がつくと、階段を上っていく女性が見えました。髪の毛は腰ぐらいまで伸びていて、 黒いワンピースを着ていました。階段の近くにお手洗いがあるので、トイレから戻るところかな、と僕は思いつつ、その女性の後を追うように階段に足をかけたのですが、ふと階段の先を眺めると誰もいません。女性は走っている様子もなかったので、タイミング的には、 絶対確認できるはずなんです。不思議に思って真上を見上げると知っている団体のおじさんが階段の下を見ていることに気がついてその人に今髪の長い女の人階段登っていきましたよね。あの人は誰ですかと尋ねるとおじさんは いや、俺はさっきからここにいたけど、人が通ったのはあんたが初めてだ。と、返答してきた。え、いやおかしいですよ。確かに上がってったはずなんだけどな。僕がそう言うとおじさんは、何言ってんだ、子供が一丁前に大人を脅かそうってかと、笑っていました。 その時は、おかしいな、絶対あの人を脅かそうとしてるよ、という程度にしか思っていませんでしたが、後から考えると、髪の長い黒いワンピースの女の人なんて、その日一日を振り返っても一度も見てないことに気がついた。しかもトイレは2階にもある。それも、 多目的室からすぐのところに、場所が場所なだけに、前々から幽霊が出ると言われていましたが、まさか自分が体験することになるとは思いませんでした。冬の山道、幽霊話と言えるかどうかわからないし、 5月に真冬の話をするのもあれだけど、何年か前の真冬に起きた出来事。何年か前の冬、車で夜の山道を運転していた時の話。冬用のタイヤを装着しているとはいえ、カーブも多く凍りついた山道を走るのは緊張する。 スリップすればガードレールを突き破って崖下にダイブする羽目になるのは目に見えているからだ。実際その山道は冬の事故が多く毎年負傷者や死者が出ていた。何度かハンドルを取られそうになりつつ慎重に運転していた。その時不意に 背後から光が差し込んだ。バックミラーを見ると、いつの間にかぴったり、後ろ別の車が走っていた。あまりにもぴったりと密着しすぎているせいで、相手に道を譲るために、スピードを落として、路肩に寄ることすら難しそうだった。少しスピードを上げて、 引き離してから同じことをしようにも、場所は急カーブの連続で、路面もつるつるに凍りついている。下手にアクセルを踏もうものなら、崖下に真っ逆さまだ。イライラしつつ、慎重の上に慎重を重ねて、カーブ地帯を乗り切った。まっすぐな道へ出たので、 少しスピードを上げてから路肩に寄って、ほら先に行け、と態度で示したが、そこで初めて再び後ろが暗くなっていることに気がついた。おやと思って振り返った。先ほどまで密着していた後ろの車がどこにも見当たらなかった。 途中で脇道なんてなかったはずだし、後ろの車がスリップして崖下に落ちたんだとしても、あれほど密着されていたのだから気づかないはずはない。おかしいなぁ、と思いながら再び車を発進させた。しばらく走ると再びカーナビから、 カーブが多くなるので注意してください。的な呼びかけを受けた。そこに差し掛かった途端、また後ろが明るくなった。さっきの車だった。追いついてきたようだ。またぴったりと密着してくる。スピードを落とすことすらできないくらいに。 頭に血が昇ったが怒っている場合ではない。慎重に、慎重に、慎重に、嫌な汗をかきながら運転を続けた。途中でタイヤがずるっと滑るたび、心臓が飛び出しそうになった。カーナビは僕の緊張を煽るように、カーブです。注意してください。 と繰り返している。後ろの車は相変わらず、ぶつかる寸前のところをついてくる。それでもようやく、カーブ連続地帯を脱出できた。また、さっきと同じように暗くなった。直線道路に入った途端、再び背後の車は姿を消していたのだ。 いつの間にか引き離していたのかもしれないし、僕の気づかなかった脇道に入ったのかもしれないが、心臓はまだバクバクいっていたが、緊張から解放された安堵感よりも、嫌がらせを受けた怒りの方が先だった。嫌がらせを通り越して、あれは事故を誘発していたのかもしれない。 危険な運転をする車がいる。そう警察に通報した方がいいかもしれない。あまりにも接近されていたし、夜だったし。だからナンバーまでは確認できなかったが、とにかく腹が立って仕方がなかった。僕は車内で悪態をつきながら山道を下った。 もちろん直線道路とはいえ道路は氷結しているし何度もハンドルを取られるしで慎重な運転を心がけないと危険な状況には変わりなかったそれでもようやく麓の市街地へたどり着いて一休みしようとコンビニに駐車したまだ心臓の高鳴りは収まらない シートベルトがなぜかなかなかうまく外れないのにイライラしながら、僕は通報のことを考えていた。具体的に何と言って通報すればいいんだろう。危険な車がいます。暗くてよく見えなかったけど、でいいのかなそれでも何とか、覚えている特徴をあげるとすれば、 車体は多分緑色。車種には詳しくないが、軽自動車だと思う。ハイビームを浴びていたから、車内の様子はわからなかったけど。そこまで考えた途端、当たり前のように、記憶の中にある背後の車のありさまが、克明に浮かび上がった。 ボンネットはひしゃげて、フロントガラスは粉々に割れて、車内は吹きさらしになっている。車内は青白い光に満ちていて、小さなぬいぐるみや小物類が乱雑に散らばっているのが見えた。運転席でハンドルを握り、前のめりになってこちらを見ているのは、 鼻のない女だった。大笑いの途中で凍りついたままぴクくりとも動かない表情。まるでプラスチックの仮面のように見えた。見開いた目は瞬き一つせず。口はカッと大きく開いたまま。鼻は無理やりもぎ取られたかのようになくなっていて。 顔の中央にぽっかりと赤い穴が開いているように見えた。ハンドルをきつく握る指はいくつかが変な角度に曲がっている。なんだこの記憶。そう思った途端、どうして雪道とはいえ運転がしづらかったのか。 どうしてシートベルトがなかなか外せなかったのか理解できた。僕はずっと震えていたのだ。歯の根が合わないし、指はハンドルをきつく握り締めすぎたため、ひどく痛んでいた。後になって考えると、仮に後ろの車が、 僕の変な記憶通りの山頂だったとしても、ハイビームを受けているし、夜中だったわけで、そこまで克明に見えるわけがない。見えたのではなく、見せられていたのではないか。そして、そんなものが見えたのに、僕が事故を起こさず運転できた理由。 安全な場所に来てから記憶がよみがえった理由。それは多分、ここでパニックを起こしたら事故る。事故ったらまず助からない。と僕の無意識が判断したからではなかろうか。だから僕は見えてないはずだった。でも実際には見えていた。意識はしていなくても体は知っていた。 だからずっと震えていたのではないだろうか。もちろんこれは後付けの解釈だ。僕の頭の中のイメージ映像がどうかしている可能性の方が高い。ただ、心霊写真や心霊動画を見るたび、この時のことを思い出す。心霊写真は大概の場合、 変なものが映っていると後から気づく。撮影した時は誰も気づいてないことが多い。これはもしかするとあの冬の夜の山道と同じことなのかもしれないと思うのだ。目の前に確かに何かがいたのかもしれない。しかしそういう存在を生で見てしまうのは かなり危険なことなのだろう。だから脳がそれを拒絶して、撮影者は写真が出来上がるまで目の前の異形の存在を認識することはなかったのだ。人の脳ってうまく出来てるよな。そう思うと同時にふと怖くなる。もしかすると僕の もしくはあなたの隣にあちら側の存在がいるかもしれない。あなたの肩に顎を乗せて覗き込むようにして一緒にこれを聞いているのかもしれない。ただあなたが認識してないというだけのことで。自分は幽霊話などについては基本会議派だけど、もしかすると 変な存在というのは意外と身近にいて、でも全員ドラえもんの道具でいうところの石ころ帽子をかぶっているような状態なのかもしれない。と、この時思ったんです。以上です。キーワード 2012年頃の話。その頃、いろいろとストレスがあって、自営業していたんだけど、店を畳たたんで家で休養してたんだ。暇だったので、いろいろネットを見ていたら、ヤフー知恵袋だったかな。違和感がある文章があったので、とりあえず読んでみた。 暗号を少しかじったことがあったから、その違和感に気づいて、それを解読したら、いくつかのキーワードが上がってきた。タクシー。左後ろにへこみ。青いランプ。ようこそ。文章にはなってなくて、このキーワードが上がってきた。 あと一つか二つあった気がするんだけど、それが思い出せない。とにかく、それを紙にメモして、妻と子供が出かけるというので、駐車場まで見送りに行ったら、うちのマンションの前にタクシーが止まってた。よく使うタクシー会社だから、特に気にすることもなく、 嫁と子供と車に向かってたんだ。歩いているとタクシーの左後方部が見えて、そこにへこみがあるのに気がついた。ふと見ると窓の部分が青い LED か何かで照らされていた。ちょっと怖くなって僕は出かける予定はなかったけど、 家族と一緒に車に乗り込んで事情を説明して嫁と子供にちょっと待ってもらうように言った。いくら待ってもその止まっているタクシーに人が乗り込む様子がなくて20分か30分ずっと待機してた。気になって仕方がなかったので痺れを切らして タクシーに向かって行ったら、ドアが開いて、運転手が、ようこそ、などと言うんだ。もうどうしたらいいかわからなくて、周りをキョロキョロしていたら、スーツ姿の男が数人、こっちを見ていたんだ。普通の住宅街だから、普段その時間にスーツの人を見かけることは少ない。 なんだかやばいと思って、僕が乗らなきゃ、嫁と子供も危ないかも、とか変な危機感が出てきて、とりあえずタクシーに乗ってみると無言で出発した。タクシーの中でラジオが流れていたんだけど、そこで桃太郎の話をしてた。ただ、どこかストーリーが違くて、 恐怖が増したのは覚えている。わけがわからないまま、十分くらい走ったのかな。そのラジオから、桃太郎が大泣きしている、という言葉が聞こえた。その瞬間、我が子の顔が頭に浮かんで涙が出てきた。 それまで無言だった運転手が、戻りますかと聞いてきたので大きく頷いた。結局何事もなく家の前までたどり着いて、僕を降ろした後タクシーはどこかへ走り去っていった。駐車場を見るとうちの車がなかったから慌てたけどタクシーとすれ違って、 こっちへ向かってくるうちの車が見えた。どうやら僕を探しに行っていたようだ。心配だから出かけるのをやめて一緒にいてくれることになった。家に戻って解読したメモを見せると嫁も顔を青くさせていた。ただの気候にはしたくなかったので、 確認のため、僕が乗ったタクシーの会社に問い合わせてみると、その時間にそちらには廃車してないし、付近にうちのタクシーはいません。それに、へこみがあるようなタクシーは、すぐ修理に出すので、勘違いではありませんかと言われて、ますます怖くなった。結局、 あのキーワード。そして、あのタクシーは何だったんだろうか。チ面蛇知り合いの話。彼は、かつて漢方薬の買い付けのため、中国の奥地に入り込んでいたことがあるという。 その時に何度か不思議なことを見聞きしたらしい。とある山奥の村でですね、一風変わった注意を受けたことがあります。ここの山奥に分け入るのならば、タバコを絶対に持っていけと。私がタバコはやりませんと言ってみても、吸う人も吸わない人も関係ないから、常に身につけておくようにと。 そう言われまして、日本でも似たようなことを言われたことを思い出しまして、こう聞いたんです。蛇よけですかって。やはりそうでした。お国が違うというのに面白いですね、と思いましたよ。ここで彼は少し苦笑して、こう続けた。しかし、この蛇というのが、 日本とえらく違いましてね。人の顔を持つ大蛇だと言うんです。体型はかなりずんぐりむっくりらしく、動きはそんなに速くないらしいのですが、驚くことにこの蛇、丸飲みした人間の頭部を自分の頭として複製するんだそうで。つまりこの蛇の頭は、 最後にこいつに飲み込まれた人間のものなんだそうです。人面の蛇、顔盗みの蛇、というような呼ばれ方をしていましたね。この蛇は取り込んだ人の知性で物を考えることができるようで、常に頭のいい人間を餌食にしようと探しているんだそうで。蛇というよりも妖怪ですが、 そういう類にも向上心があるというか、進化したいとか、上に登りたいという欲求があるのかもしれませんね。この話を聞かされて、興味深く思いましたですよ。こいつは先に言ったように、動きが素早くないものですから、狙った人に近づくために、いろいろと興味を引くようなことを話しかけてくるんだそうです。 お宝の場所を知っているだの。この先で人が倒れているので、助けてやってほしいだの。そんなことを話しながら近寄って、いきなりペロリと丸飲みにするんだとか。え、人間の口でどうやって人一人を飲み込むのかってさあ、そこまではわかりませんね。聞いておりませんし。頭を好きな形に変形できるのですから。 こうガッと広がるんじゃないですかね。厄介なことにこのヘビ、食べた人の知識や記憶を自分のものとするらしいのです。そのせいか話しかけてくる内容が実に種類豊富で面白いのだそうですよ。ヘビの中に知識が蓄積されていくんでしょうかね。昔話に 過去の歴史を聞きたいがために、この蛇に会いに来る都の学者のお話があるのだとか、学者を食べようと話し続ける人面蛇と、必死で逃げながら話を書き留め続ける学者の恐ろしいけどどこかユーモラスな内容でした。ドキドキしながらその山に登ったんですけど、人面蛇とは会えませんでしたね。 まあ、会えなくてよかったんでしょうけど。彼はそう言って笑っていた。おとし穴。おととい、僕のおじいちゃんの家に行ったとき聞いた話。僕のじいさんが子供の頃は、地方の田舎。 それも結構山奥に住んでいたらしい。その頃、そこの子供たちの間では落とし穴を作って友達や近所の大人を落とすいたずらが流行っていたらしい。その当時は遊び道具も手に入りづらい状況だったからか、大人たちが自分たちが昔遊んだ。 落とし穴の作り方を教えてくれたそうだ。比較的柔らかい地層だったのか、山道とかでも大きめのスコップがあれば、子供でも根っこにさえ当たりさえしなければ、随分と深く掘れたのだとか、大人の膝あたりまでの穴も掘れば、一日がかりで腰も埋まるほどの深さまで、 なんていうのまで作っていた。そこに細い枝をかぶせて、長い葉っぱを探してきて、上に軽く土を持って、少し乾いた土を振ってごまかす。近所の子供同士で何人かに分かれて遊んでいたらしい。戦時中であまり物がない時代だったせいか、 そんな遊びばかりで一日潰していたそうだ。近所でそんな落とし穴を作っていたある日、空襲の警鐘が鳴った。子供たちはもちろん遊びを中断して逃げたんだけど、その後に山にいた近所の大人が一人、逃げる途中で落とし穴に落ちて、這い出す前に撃たれたのか、 そのまま頭を打って気絶して逃げ遅れた間にだったのか。とにかく落とし穴の中で焼けてなくなっていた。落とし穴はじっくり地面を見ていれば、大概は気づくような程度のものだったらしいけど、逃げることに気を取られていたその人は気がつかなかったのだろう。もともと、 大人たちが教えた遊びだったこともあり、子供の遊びとあまり責め立てられることもなく。ただ近所の大人たちはその後、この遊びをやめさせて、じいさんたちもそれ以来落とし穴は作らなくなった。爺さんはそのまま年を取って、子供ができて、孫、つまり僕も生まれて、 見た目通りじいさんになって、今年になっても通年通り、その田舎のお墓参りに行ってきたらしいんだけど、爺さんの兄貴の家の本家から自転車で山の斜面にある墓地へ行って、帰りに野菜類の無人販売によってスイカを買って帰る予定だったそうだ。でもその帰りの山の下りで、 途中に地面が掘り返されたような跡を見つけたらしい。一部だけ丸く濃い土の乗った底は、ちょうど人が余裕で入れる大きさで、それを見ると昔よく作った落とし穴に似ていた。隠すように盛られた土の間から、うっすらと草や葉っぱの緑が見て取れた。 少なくとも勝手にできるようなものではない。じいさんはなんでか瞬時にそれを落とし穴だと察した。でもその時は怖いとかそういうのではなく、今でも誰かそんなことをする子供がいるのか、と考えてまたしばらく自転車を走らせた。ところが、 またしばらくすると目の前に同じように落とし穴が見えてきた。さっきのも今回のもちょうど一幅程度の山道を塞ぐようにあって誤って落ちたら大変だと思ってじいさんは少し離れてところどころ低い草の生えた道の脇へ移動してみたんだけどペダルを二三度こぐと また落とし穴があることに気がついた。さすがに危ないと思って、スイカをかごに入れて自転車を降り、徒歩で山を降りていくと、今度は進路を塞ぐように、不自然に横に並んだ穴の跡を見つけた。まるでじいさんを当選ぼしているみたいだった。じいさんは、 そのあたりでおかしいとようやく気がついたらしい。この道はつい先ほど墓場へ行くため通った道と同じところだったんだ。来るときには落とし穴なんかなかったのにもかかわらず、ものの一時間も経っていない間にこんなに穴が掘られているはずがない。じいさんが 引き返そうと思って後ろを向くと、そこにも穴らしき跡ができていた。たった今自分が踏んで歩いてきたはずの道だった。逃げようと思って左右を見てみると、じいさんを逃がさないかのように、先ほどまでは何でもなかった場所に落とし穴がいつの間にかできていて、 まるでそれが迫ってきているかのように前後左右囲まれていた。立た,たられた、とじいさんはとっさに思ったそうだ。その後すぐ、あの時落とし穴で亡くなった近所の住人を思い出したという。念仏の一つも知らないじいさんは嵐が過ぎるのを待つように、 目をつぶってしばらくじっとしていたらしいんだけど、このままではラチが開かないということで、落とし穴に足を突っ込むのを覚悟で逃げようと決めた。でも目を開くと、ちょうど目の前に本来の山道に戻るように、斜めに若干カーブを描くように、そこの一直線分だけ無事に、 道が残っていたという。それに気がついた瞬間、じいさんはなりふり構わず、そこを伝って山道に戻った。恐怖で手が固まってハンドルから離れなかったらしく、自転車も無意識に引っ張ってきたことに気がついた。そうして自転車にまたがって、 脇目めもふらず全息で戻ってきたという。その後の道では落とし穴とは一切遭遇しなかった。家まで戻るとあの時の人が浮かばれず未だ怒っているのかもしれないと、じいさんは自分の兄とまだ近所に住んでいる亡くなった人の家族の家を訪れ、一緒に その人が眠っているお墓へ行き、線行と買ったスイカを備えてきたという。その時には落とし穴は一箇所だけを残してきれいになくなっていた。その残っていた一箇所というのが、以前その方が亡くなったという場所のすぐ近くだったそうだ。じいさんが 幽霊とかを信じているのかは知らないけど、その話を親父やおじさんは笑い飛ばして、ボケてんだよ、とネタにしていたけど、じいさん本人はいたって真面目に話していた。本当かどうかはわからないけど、その話をしている時のじいさんの顔はすごく怖かった。 残業5年前ぐらいに体験した話です。当時転職した会社でそこそこ仕事に慣れた頃のこと。私は小さい会社で事務の仕事をしていました。その日は明日必要な書類作成のため残業していました。 ジムは私一人しかおらず、いつもは社長も残ってくれるのですが、その日は他の用事で不在でした。途中、彼氏からメールが来たのですが、今日は残業だからと返信して仕事を続けていました。時間はそんなに遅くはなかったと記憶しています。 そろそろ終わりそうと言ったところで、コーヒーでも飲もうかと立ち上がったとき、ドアが、コツン、コツン、と小さくなりました。ドキッとしましたが、気のせいかな、疲れてるし、と気にしないことにして、自販機は事務所の外にあったので、ドアの方へ向かいました。 ですが、ドアの前まで来たとき、今度は大きく、ドン、ドン、ドン音がしました。ところが、ドアの外には誰もいないのです。その事務所にはモニターがありますが、そこには何も映っていなかったのです。怖くて仕方なくなって、デスクに戻ると、慌てて彼に電話をしました。 その瞬間、急に停電というか、事務所内が真っ暗になりました。怖すぎてとにかく逃げようとしたとき、立てないのです。下を見ると何かが動いているように思えましたので、慌てて携帯の明かりを向けると、デスクの下で、見知らぬ女の人が、 私の両足首を掴んでいました。この状況わかりますでしょうかグレーのよくあるジムデスクで下半分が開いているタイプなんですが、その女の人は床に寝そべる形で私の足首を掴み、ただただ無表情でこちらを見ていました。私はあまりの恐怖で、 気を失ってしまいました。どれぐらい経ったでしょうか。ドン、ドン、ドンと、ドアを叩く音と、私を呼ぶ聞き覚えのある声で意識を取り戻しました。電話での様子がおかしかったので、心配した彼が迎えに来てくれたようです。 もちろんその時、デスクの下の女は消えていました。それ以来、恐怖体験はありませんが、とにかく、人生で一番怖かった体験です。水浸し。半年くらい前、朝起きたら、 部屋の中央にあるこたつ机を中心に水浸しになっていた。水浸しといっても散乱していた書類などが水を吸収していたのでそこまで広がってはいなかったが、しかし書類の束は上から下までびしょ濡れだった。前の日お酒を飲んではいたものの、 酔うほど飲んではいない。最初はうちの猫の粗そ相そかと思ったが、普段は入れないよう寝室にドアを閉めていたし、水は無色無臭であったので、猫への疑いは晴れた。もちろん僕のパンツも濡れてはいなかった。その日は雨も降っていなかったし、 周りに水気のあるものも置いてはいなかった。一体どこから水はやってきたのだろう。ちなみに寝室のある2階には水が出る場所はない。今もベッドに数珠を置いて過ごしています。もう一つの体験は中学2年の夏。学生だった僕は夏休み中だった。 お昼過ぎ、部活から帰ると、家には誰もいなかった。暇だし、やることもなかったので、昼寝をすることにした。そうして、ベッドで昼寝をしていたのだが、途中で金縛りにあった。その時、右腕を上に伸ばして寝ていたんだけど、その右腕に、ものすごい重圧感。 何とか目を開けてみると赤い服を着た赤ちゃんみたいなとにかく小さな人型のものが右腕に乗っていた背の高いベッドで右上の先は宙にあった人が乗れるはずもなくもちろんこの家には赤ちゃんなんていない気づくといつの間にか赤ちゃんはいなくなっていて 悲しばりも溶けていた。それからまた寝直して、夕方帰ってきた母ちゃんにそのことを告げると、うーん、あんたを産む前に一回流産してるからその子かもね、と言われた。少しゾッとした。 物を切る音。僕が学生の頃住んでいたマンションなんだけど、そこには毎日幽霊が出た。深夜3時頃になると、キッチンから、トン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 、と包丁で物を切る音がした。それで、キッチンと部屋を仕切っている扉が曇りガラスで、 よくは見えないんだけど、明らかにスカートを履いた女の人が立っていたんだ。まあ実害はなかったから、2ヶ月ぐらいは我慢していたんだけど、さすがに毎晩なので、友達のお寺の息子に相談したら、水と線香でも置いておけばというので、その通りにしたら次の日からは出なくなった。 彼女は何を作っていたんだろう。ハサミ女。人から聞いた話、本当かどうかはわからない。近所にハサミ女と呼ばれる頭のおかしい女がいた。歳は30歳前後。 髪は長くてぼさぼさで、いつも何かをつぶやきながら笑っている。この手の人間のテンプレート。呼び名の通り、常に立ちばさみを持っていて、シャキ、シャキ、と虚空を切っている。刃物携帯だし、よく警官に注意されて連れて行かれるところをみんなが見ているが、本人が温厚なためか、 女の自宅付近にしか出没しないためか、そこまで危険視されていなかったそうだ。友人が小学校を出る頃には、引っ越したのか亡くなったのか、いつの間にか姿を見なくなっていた。で、友人が中学生時代のある日、数人と肝試しをしようということになった。場所は、 今は無人となっているハサミ女の家。山の入り口に近く、人気のない場所にポツンと立っているトタンバリの平屋だった。盛り上がって向かったはいいが、暗くて不気味。雰囲気満点の家の様子にみんなすっかりおじけづいていた。だが友人は同行していた女子にいいところを見せたかったようで、 一人で室内に入っていった。さて、室内はゴミやらケイト玉やらが散乱していて、足の踏み場もない状態。三部屋ぐらいしかない室内をぐるっと歩いて、見回った証拠に持って帰れるものはないかと物色していた。それでクローゼットを開いたら、ぐらりと、 大きなものが倒れかかってきた。パニックになりながらも友人が見たそれは巨大なぬいぐるみだった。ただし様々なぬいぐるみの頭の部分だけを乱暴に縫い合わせて人の形にしたようなもの。妖怪の百目みたいな白物だった。ぬいぐるみは犬、猫、 テデ,ディベアといったものから、グリコのおまけみたいな小さな人形まで、無数の頭がくっついていたという。友人は半泣きで逃げ出して、肝試しは大失敗に終わった。しかも後日、誰かが先生に言ったらしく、こっぴどいお叱りまで受けることとなった。さらに、嫌な後日談が一つついた。 紐試し事件もあってか、近隣の人だか警察だかが、ハサミ女の家を調べに行ったそうだ。そこで、ハサミ女の遺体が見つかった。場所は友人に倒れかかってきたぬいぐるみの中だった。死因は定かではないが、ハサミ女は自分で自分の体に、 ぬいぐるみの頭部を縫い付けていったらしい。この話はここで終わり。真偽はどうでもいいのだけど、そんな話を食事しながらしないでほしいと思った。